ィットネスランナー。今からウォーミングアップを始めるね。ダイナミックストレッチで筋肉を温めて体を動かしやすい状態にしていくよ。目の前にいる私を鏡に映った自分だと思って動いてみて。足は腰幅に開いてね。最初はヒールアップだよ。左右交互に足を一歩前に踏み出してね。後ろ足のかかとを上げて床を蹴るようなイメージで動いて。足首やふくらはぎ周りが刺激されて血行促進につながるよ。そのまま腕を伸ばして前に振っていくね。徐々に持ち上げていってね。最後は頭の上まで持ち上げるよ。拳は空高く、気持ちよく胸を開いていこうね。はい、OK だよ。次はスモー屈伸だよ。膝の屈伸をやっていこうね。腕はしゃがむときにお尻の後ろへ伸ばして、膝を伸ばしたときに肩と耳を近づけるように前屈してね。お尻を徐々に落としていくよ。前屈するときは背筋を伸ばしてね。次にしゃがんだときに両膝を左右に開いて、かかとの上にお尻を乗せるんだよ。両膝を閉じてお尻を持ち上げようね。これを繰り返していこう。股関節周りを温めていくよ。はい、OK だよ。次は骨盤シェイクだよ。腕と骨盤を左右真横に振っていくね。脱力してやっていこう。次に骨盤を大きく右に回そうね。滑らかに大きく回していくよ。もう一回腕と骨盤を左右に振ってね。今度は骨盤を左回し、大きく回してね。骨盤周りを温めていくよ。はい、OK だよ。次はボディーローテーションだよ。左から上半身をひねっていこうね。手は反対側のお尻をタッチするイメージで動かすんだよ。脱力してやっていこう。次に右足を斜め後ろに引いて右腕を上げる。左腕は下げてね。体の側面を気持ちよく伸ばしていこうね。今度は右から上半身をひねっていくよ。左足を斜め後ろ、左腕を上げて右腕を下げてね。上下で引っ張り合うイメージだね。背骨周りを温めていくよ。はい、OK だよ。最後は足を肩幅に開いてスカプラローテーションだよ。つま先は少し外側に開いてね。両手を上げてガッツポーズ。手のひらを内側に向けて胸を開くよ。次につま先と膝を内側に閉じて背中を丸めながら手の甲を近づけるんだよ。これを繰り返していこう。胸を開いて背中を丸める。おへそを見るようなイメージで背中を丸めようね。肩甲骨周りを温めていくよ。はい、OK だよ。
これでウォーミングアップ終了だよ。お疲れ様。一つのトレーニングが完了すると成績の結果表示が行われます。結果に応じてポイントを獲得でき、あなたのプレイヤーランクが上昇します。プレイヤーランクが上がるとランナーの衣装や新たなトレーニングなどを獲得できます。どんどんランクを上げてたくさんの報酬を獲得していきましょう。今日も頑張っていこうね。お手本の動きに合わせて体を動かしてね。斜めに下げて、続けて、よし、いくよ。腕を振り下ろすとき、二の腕と背中に力を入れよう。1、2、いいよ。斜めに下げて、斜めに下げて、動きは大きく、息が軽く切れるくらいで続けるよ。1、2、完璧。楽しいね。あと少し、ゴール。やったね。お手本の動きに合わせて体を動かしてね。下げて、上げて、続けて、スタート。太ももと床が平行になるまで腰を落とそうね。下へ、上へ、いいよ。下げて、上げて、下げて、上げて。しゃがんだとき膝が前に出すぎてない？下げて、上げて、完璧。効いてきたね。下へ、上へ、ラスト、フィニッシュ。お手本の動きに合わせて体を動かしてね。右、左、続けて、よし、行くよ。膝の曲げ伸ばしをしながら左右に体重移動しようね。1、2、 OK。 右、左、右、左。天井に向けてパンチを打っていくよ。1、2、1、2、完璧。頑張って、あと少し、フィニッシュ。お手本の動きに合わせて体を動かしてね。前へ、引いて、続けて、よし、行くよ。脇を締めて肘をアップダウンしよう。前へ、引いて、前へ、引いて、いいよ。前へ、引いて、前へ、引いて。上半身は床と平行になるまで前に倒そうね。前へ、引いて、前へ、あと少し、フィニッシュ。
したね。一回休憩入れよっか。今回のトレーニング結果だよ。しっかり運動できたね。おお、やるね。それじゃあクールダウンだよ。スタティックストレッチでじっくり筋肉を伸ばして体と心をリラックスさせようね。ジョイコンは使わないよ。横に置いておいてね。足は腰幅に開いてね。最初は前もものストレッチだよ。左膝を曲げて両手で足の甲を持ち左のお尻に近づけるよ。バランスが取りづらい場合は右手を離して壁とかを支えにしようね。左の太ももを伸ばしていくよ。そこから右腕を前に伸ばしてバランスを取りながら上半身を倒していってね。お腹も一緒に伸ばしていこう。足を入れ替えて反対側も同じようにやっていくね。肩甲骨を内側に寄せるとさらによく伸びるよ。左腕を前に伸ばしてバランスを取りながら上半身を倒していってね。細く長く息を吐きながらやるんだよ。ゆっくり体を戻してね。次は腰回りのストレッチだよ。足を肩幅よりも大きく左右に開いて両手を膝の内側に添えてね。お尻を落としながら左肩を内側に入れていくよ。左手で膝を後ろに押すようなイメージだね。お腹、腰を伸ばしていこう。ゆっくり体を起こして反対側も同じようにやっていこうね。肩を落として首を長く保つとさらによく伸びるよ。細く長く息を吐きながらやるんだよ。ゆっくり体を戻してね。次は内もものストレッチだよ。足を左右に大きく開いてね。左足に体重を乗せて右足を伸ばすよ。余裕があったらお尻を深く落としてみて。内ももを伸ばしていこうね。ゆっくり体を起こして反対側も同じようにやっていこうね。余裕があったらお尻を深く落としてみて。細く長く息を吐きながらやるんだよ。ゆっくり体を戻してね。次は背中のストレッチだよ。胸の前で両手の指を組んで背中を丸めていこうね。両肩を前に突き出すイメージでやると背中がよく伸びるよ。細く長く息を吐きながらやるんだよ。ゆっくり体を戻してね。最後は胸、肩、裏もものストレッチだよ。後ろで両手の指を組んで両肩を引き下げて胸を伸ばしていこうね。肩甲骨を内側に寄せるとさらによく伸びるよ。そこから上半身を前に倒していって両腕を上げていくよ。気持ちのいい範囲でやってね。肩と同時に太ももの裏も伸ばしていこう。細く長く息を吐きながらやるんだよ。
ゆっくり体を戻してね。これでクールダウン終了だよ。お疲れ様。ナオミだよ。よろしくね。JJ って呼んでね。よろしく。スカーレットよ。よろしくね。マーベリックだ。よろしく頼む。俺がマックスだ。よろしくな。レイです。よろしくお願いします。